はいみなさんこんにちは今日も明日もあさっても実践アルノミ実践系英語 YouTuber の佐賀県社長です今日も元気よく問いパート5対策の問題やってまいりましょう今回扱う問題はこちらの問題です <noise> 今回は一つだけ involve を紹介しておきます。involve はもう皆さんご存知かもしれないんですが、何々を巻き込むという意味でよく使いますよね。今回は何々を必要とするという意味で紹介しておきたいと思います。involve のそもそもの成り立ちは、in は中へ、そして volve は回転するですから、中向きに回転してたら巻き込んじゃいますよね。ですから involve は何々を巻き込むというところから何々を関係させるとかね、まあそういうのものだったりするんですが、 ここでは必然的に伴う巻き込んじゃうということは必然的に伴うという意味につながりますからそこから必要とするという意味につながっていくんですねはいちょっとそういうイメージでインボルブをね捉えておくといいと思いますはいということでインボルブ v e 何々を必要とするでしたはいそれではこのまで京都ま今日と一わかりやすく解説を加えるコーナーです The research, 空欄 the new product design is based Numerous consumer となっていますじゃあ公文見ていきましょう。The research という文の最初の名詞ですからこれ主語っぽいと。で空欄があって後ろを見るとですね新しいプロダクトデザインというのがあって「is based」という動詞が出てきましたからあこれは動詞に対する主語っぽいなって分かるんですね。でさらに後ろを見ると過去形の「involved」を必要と,したという動詞が出てきました。 そして、後ろ見ると、たくさんの消費者の調査、アンケート調査を必要としたって感じですよね。その研究は、たくさんの消費者の調査を必要とした。アンケート調査を必要とした。これ、成り立ちますよね。SVO の意味が成り立ってます。はい。ということで、やはり、今まで何度も出てきたように、この先行詞っぽい名詞。 なぜそんなことがわかるかというと、この後ろが空欄抜かれて、ね、全部フィッチとかいう関係代名詞があったり、フェンという関係副詞がありますもんね。だから先行詞っぽいですよね。はい、じゃあこの The Research, 研究という名詞が、後ろの赤い S'V' の部分にプラスして、どういう形でもともとひっついていたのかって考えればいいんですね。意味を考えていくと、その新しいプロダクトのデザインは、 研究に基づいているんでしょうね。以前もベース A on B に絡む問題出ましたけども、そのベース A on B が受け身になって、A is, A is based on B と。これで A は B に基づいているといけますよね。その新しい製品のデザインは、その調査に基づいているということで、 もともとここには TheResearch であったりとか It が入ってたと考えられます。これで意味通じますよね。その Research、調査。その調査、あるいはそれ、It ね。それに新しい製品のデザインが基づいている。これいけますね。ということは、もともとここに OnTheResearch とか OnIt があったわけですから、この部分が OnFitch に変わって前へ出てひっつくということですね。はい。ということで、 オンフィッチで探していくんですけどもあれオンフィッチがないと、はい、そうやって見るとあアポンフィッチってことですねオンフィッチアポンフィッチどっちでも一緒ですからねだから答えは C ともし B が正解になるためにはイン・ザ・リーサーチというのがこの赤い部分のどっかに入ってないといけないんですがここどこにもイン・ザ・リーサーチで入れられないんですよね。そのの調査の中でデザインが基づいていいてるとかおかおしいし もし A であれば TheResearch のみ全知識はなし TheResearch だけがこの赤い部分のどっかに入らないといけないんですけども入るところないですよね、はい、だからダメということなんですねはいでフェンはもちろんね時ですからね調査とは合わないでしょう研究とは合わないでしょうはいということでこの問題の答えは OnFitch あるいは UponFitch ということで答えは C でした はい、それで知識が定着する論文のコーナーです。The research 軽く切りましょうか。就職後の前。Upon which the new product design is based。ここで就職終わったから切る。involved numerous consumer s u r v i c e、はい、じゃあ前から見確認。その調査研究はどんな新しい製品のデザインが基づいているは必要としたんだ。 たくさんのの消費者のアンケート調査をね、この順番ですね。この順番の理解できればもうあなたはネイティブ。それではオンクスタート。The research upon which the new product design is based involved numerous consumer surveys.The research upon which the new product design is based involved numerous consumer surveys. the research upon which the new product design is based involved numerous consumer surveys the research upon which the new product design is based involved numerous consumer surveys The research upon which the new product design is based involved numerous consumer surveys The research upon which the new product design is based involved numerous consumer surveys The research upon which the new product design is based involved numerous consumer surveys. The research upon which the new product design is based involved numerous consumer surveys. Good job.